見事。我が重装歩兵のことごとくを打ち倒してよくぞここまで参った。褒めて使わす。しかしまっこと予想外よ。世の軍勢とこうまで戦えるサーヴァントがいようとはな。うむ、まさに激戦窮地の連続であった。さすがはトップサーヴァントの一角。驚嘆に値する傭兵、感服するほかない。だがそれもここまで。覚悟するがいい、優勢の総区。奏者と共にある限り栄光は世に輝く。我が祭は戦場にあっても変わらず、剣撃の音色は旋律を奏で、やがて万雷の喝采へと変わるであろう。おお、どうに言った挑発。自信と誇りに満ちた宣言ではないか。まさに戦場に咲くバラのごとしよ。認めよう、貴様は確かに英雄である。であればこそ、その歩みに一切の惑いなく、さらなる窮地にも揺るがずにやれ。我が蹂躙を前にしてもその言葉ひるがえすでないぞ。イスカンダルと来たか。メー君カエサルさえもが憧れし脅威の大王。相手にとって不足どころか持て余すな。だが戦場においては剣のみが確かなもの。偉大なる征服王の夢に敬意は表すが、今はそのマントごと切り捨てるのみ。世の名はネロ・クラウディウス。征服王よ、我が剣を受けるがいい。なんと、貴様はあのネロ・クラウディウスだったか。よくよく見れば目をつぶすほどの深紅と黄金。ガテンが言ったわ。確かにそれはローマの趣。しかしこれは驚きだ。かの暴君がこれほどの戦上手とは思わなんだわ。さらには自らの身命を明かすとは。よほど優れた石膏を放ったか、それともそれ損なる指輪の中にいる魔術師あたりが何かの術を用いたか。ある意味ではその通りではあるが、コードキャストの類ではない特殊な事情なのだ。なんだ、どうした。今さらになって剣戦に迷いが出たか、バラの皇帝。世がわざわざこうして待ち受けたのは貴様の首を取るためだ。無論軍門に下りたいというのであれば考慮するが。それはこちらの言葉だぞ、征服王。要はあれだ、いささか疑問に思っただけだ。ん、引っかかる言い方をするではないか。聞こう、あれだな、素直すぎて邪気がなさすぎる。よがならばと、何をもって貴様優勢の側に身を置くのだ。世は征服王の本来のあり方を知らぬが、その言動、その覇気あふるるありさまは伝説に聞くイスカンダルそのもの。人の世を乱す半英雄でもある前に、まさしく大英雄である貴様が何故に邪悪の星の総区などに収まっているのだ。頭の中身をいじられているようにも見えぬし、うむうむ。なんだ、まあこちらにもいろいろと都合と事情があってな。貴様、なかなか答えがたいことを尋ねてきたな。まあいい、ここまで見事に我が傭兵を破った褒美だ。アルテラという娘、知っておるな。無論知っている。
余はあれと戦った、そして負けた。以降思うところもあって、あれのそばで戦うことを決めたのだ。あれは破壊の化身とかなんとか自らを言うが、世にはどうにも合点がいかぬ。戦いの本質は破壊か。少なくともそんなもののために世は戦わぬ。戦いとは何だ。我らは何のために剣を振る。あの娘、そのあたりのことがすっぽり抜け落ちておる。ならばと世は考えた。我が戦いぶりをもって伝えてみるしかあるまいとな。我が蹂躙、我が疾走、月の戦場であろうと世のなすことはさして変わらぬ。もっとも世の背中をあれがきちんと見ているかというと自信はないが。そうか、立場と手段は違えど、世と貴様は同じような目的を持っているのだな。世と奏者は、そう、アルテラをその滅びの結末から救いたい。そのためにこそ剣を振るい、万軍を切り裂こう。いや、貴様とは少し違うか。制服を。そうだな、暴君、いささか以上に違うわ。世はあくまで知らしめるだけよ。世の戦いぶりをもってして。ならば見せてみよ、破壊のためではなき貴様の戦いを。おお、やれ、雑種どもが生きがるものだ。戦場では野蛮さも磨きがかかる。まさに似た者同士ではないか。さて、見届けるに値する戦いであればよし、そうでなければどうしたものか。こちらの雑種もろとも撃ち抜くのもまた一興か。英雄王、それは本気のお言葉でしょうか。旗持ちの女か。なんだ、俺はこれで忙しい。ざれ事ならよそでやれ。なぜあなたはアルテラに従っているのです。制服王や私とは違い、あなたにはムーンセルに選出されたという背景もない。優勢に関わる理由があなたには見当たりません。だというのに、あなたは副官という任まで買って出た。なぜなのです。従う、この俺がか。はっ、女、貴様よもや俺が臣下としてあの娘に頭を垂れているとでも思ったか。これは笑わせてくれる。貴様、道化の才能はかなりのものだ。我が宝物庫に加えても良いほどの冗談だぞ。私は冗談など。いやいや、大いに笑わせてくれるではないか。褒美だ、教えてやろう。何、単純な話だ。セラフの裏側で退屈を持て余していた矢先、未明領域であれの目覚める音を聞いてな。数えてみれば魔星の襲撃から14000年、俺には預かり知らぬ記録だが、少しばかり縁があるのも事実。どうあれ、良い見せ物になるのは明白だ。退屈を持て余していたと言ったであろう。よって自ら限界してみたまでのことよ。だが戦いは時期終盤のようだ。我が父、我が神話のもとが結んだ条約も時期尽きる。あれは果たしていかなる結末を東大に迎えるものか。そればかりは俺にも見えぬ。貴様もよく考えてムーンセルのお守りをするのだな。そのようですね。今回の見極めは難しい。
あなたのように分かりやすい悪が敵であれば簡単だったのですが。調子が戻ってきたではないか。では見聞に戻るがいい。貴様の迷いも少しは魚になるというものだ。